今日あなたあの後をつけさせてもらった俺も楽しいもん。ちょっとすごい思いのほか違和感ですね。あ、インスタグラムやってるよ。インスタグラムやりますよ、それ俺は。中野くんって改作チャンネル見ないで有名じゃないですか。ごめんね、急になんか。オッケー。どうも、改作です。トモです。ヤサケです。お願いします。さあ、今日なんですけども、はい、私、カジサックの持ち込み企画でございます。はい、チームカジサックのメンバー、撮影終わり何してるのか、後をつけてみた企画。何これ。これね、俺ずっとやりたかった。何これ。何なのこれ。まあまあ、そう言うと思うわ。いや、そうでしょうが。まあまあ、シンプルに言うと、はい、私、カジサックの、メンヘラ爆発企画です。外してんな、今日も。まあ俺だってね、もう仲良やってるやんか。仲いいですよ、チームカジサック。ね、でも最近プライベートって会うてないやん。ああ、まあまあね。撮影終わったらそれぞれお疲れしたですもんね。俺結構寂しいの。違うんすよ。その撮影が多いから、プライベートの時間がないから、その分みんなと一緒にいるじゃん。そうそうそう。まあね、まあね。入れてるじゃん、そうそう、だからいいじゃん。うん、いいんだけど、うん。でも、その撮影終わり何してんのって気になるやん。気になるかな。ならないけどな。気になるのかな、本当に。気づいてる最近。俺、相当気使ってるで。撮影も結構長い時もあるから、はいはい、終わった後に、もう帰ってええで。ああ、言ってる。よく聞きます。よく聞くやんか。あれ、ほんまは心が痛いんや。あ、心痛めてるの？俺、ほんまはもう今初めて言うけど、はいはい、飯行きません。待ってる。もう、この2年ぐらいない。あ、待ってたんすね。待ってるよ、そりゃ。そうだったんだ。でもやっぱ俺も家族おるし、そりゃそうですよ。家族もおるし、はい、だから全然ええねんけども、でもちょっとせっかくやったら、なんか動画で、はいはいはい、こんな俺ね、視聴者さんもちょっと気になるんちゃうかなと思う。気になるかな。かな。いや、やっぱりオフな部分も、ちょっとこう、見たいんじゃないかなって俺は思うわけ。あ、じゃあ撮ってきますよ、おのおの。ああ、確かにな。いやいやいや、もうそれやると、なんか面白くするやん。どういうこと？落とし穴に落ちるとか。撮影終わりに落とし穴に落ちている。なんかそんなんいらんのよ。まあまあ、そっか、それはそれでなんかこっちのね、責任感というか。だから今回俺考えたのは、いつ撮るかはあなた方には伝えません。抜き打ち。抜き打ちです。なるほど。だから何かしら撮影はまあ週に5、6回やってるやんか。終わりで僕が誰か1人ずつ行きますんで、いきなりカメラ回します。撮影終わりに。なるほど。で、今日あなたあの後をつけさせてもらった。面白くなくていいんですよ。ああ、もう本当ありのままでいいってことですね。ありのままをこうでもせんと見れないと思うから。うん。俺は2023年カジサックチャンネル、チームカジサックを押していくって言うてますから。はいはい。それやっぱりちょっと俺は見たいなって思う。中野くんのリアルとか見たい。まあそれはね、めちゃくちゃ見てみたい。ほら、帰ってからあの人は何をしてやってるか。確かに。リュウジもそうやし。ああ、そうだね。トンヤスもそう、常も。だから全員やっぱそうだ。ああ、そうか。自分のは何が興味あんの、そんなんてなってるかもしれんけど。他人の興味。ああ、興味ある。確かに。いいね、いいね。メンヘラっぽくなってきたね。なんで喜んでんだよ。なんで喜んでんだよ。メンヘラっぽくなってきた。なぜみんなをメンヘラにしようとしているの。俺さ、メンヘラって結構素敵だと思うんだよね。メンヘラって、もういいって。メンヘラを解説すんの。メンヘラ語らないで。メンヘラの奥に愛はあるわ。あるでしょ。愛のないメンヘラは嫌い。愛のない。愛のあるメンヘラって言ってるんだよ。何ずっと言ってるんですか。怖えよ。これとにかくやっていきますから、かなり緩い動画にはなると思いますが、楽しんでいただけたらなと思います。というわけで本日もせーの、オーダーします。はい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 。何これ。何これ。さあ、常さん、何、行こうか。え、あれ、何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 です、何です。え、もしかして忘れてる。今ちなみに撮影終わったとこじゃないですか。はい。僕のメンヘラ企画ですけど。ああ、撮影終わり何してるのか。はい。ああ、常から行こうかな。あら、出た。本当にこんな急にやる。急。はい。ついていってもいい状態かどうかだけまず確認していいですか。いいですか。
いや、まあまあいいですけど、僕、あれですよ。何？ライブですよ、この後。ど、何の？あの、2700の。あ、マジで？はい。めっちゃいい絵撮れむしろ最高だよね。いいですね。最高だよね。あ、いや、全然いいですよ。いい？はい。安島さんとかも言うたら出てくれるかな。いや出てくれますよ絶対。マジで、はい、どこに行くの今から。今から無限大ホールの方に行きます。渋谷の。めっちゃリアルやん、うんうん、はい。それバイク。今日僕電車です。電車。はい。あ、じゃあ一緒に行く。俺 あの逆に助かりますなあ。はい。リュウジいつも運転してくれてるから。はい。リュウジも行こうか。じゃあ。あ、いいですか。 ありがとうございます。一緒に行こうよ。あ、ぜひぜひ。あ、めっちゃええやん。すいませんね、急に。いえいえ、とんでもないです。びっくりしたでしょ。めちゃくちゃびっくりしました。でも今からライブということで。はい、そうなんですよ。なるほど、はい。結構こう、カジサックチャンネル終わりライブとか2000年の仕事が多いの？そうですね、まあ日によってちょっとまちまちですけど、うん、まあこういう日もあれば、ちょっと空いてから行く時とかもあったりも、はい。めちゃくちゃ忙しいよね。あ、いえいえ、もう全然そんなことないですよ、もうまだまだ。だから今日ちなみにライブあって、はい。その後は？その後はまあ一件打ち合わせがあって、うんうん、でその後まあ家帰って家族とご飯食べるかなっていう、うん、なるほどね。はい。もう今日は帰って仕事はしないって感じね。そうです、はい。オッケーオッケー。じゃあ、あの常は、はい、ライブまで僕じゃあでいいですわ。あ、わかりました。あんまりしつこくついていってもあれやし、はい。ライブ十分やわ、ライブみたい。あ、ちょっとなんか緊張してきました。さあ、常さん、はい。今ね、こちら楽屋で準備してて、今準備してますね。そして、はい、なんと、相方の安島さんが、はい、ほんと久しぶりに解釈チャンネルも、そうですね、出てくださるということで、はい、お願いします。どうも、日本人でーす。あれ、調子いいっすね。あ、そうですか。絶好調じゃないですか。ありがとうございます。お久しぶりですね。お久しぶりです。2700が揃った、はい、ということなんですけども、はい、僕あのツイッターとかいろいろ見てますけど、はい、なんか安島さんもだいぶ調子良くなってそうで。あ、そうですね、ね、良くなってきました。2700もちょっと今年、はい、キングオブコントもう一発ちょっとね盛り上げてもらいたいなと思ってるんで、はい、ごめんね急になんか。いや、オッケー。今おそらく起きたてかな。そんなテンションかもしれないけど、ごめんなさいごめんなさい。なんでちょっともうこっからネタスとかあるやろうし、はい、あのちょこっとだけ本番、お客さんにバレないようにちょっとステージ撮らせていただけたらななんて思ってるんで、はい、頑張ってください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。小説一行読んでからティリン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 ティ電車で釣り川を持ちこの後どうするかわかるかい。ティリンティリンをすると思うだろう。はっ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 はそうだよ。ティリン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 その通りさ。ティリンティリントゥルントゥルンって言うよ。トゥルン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 もっとしっかり言うよ。トゥルン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 。その今うってなる口をイにしてトゥルンを言うよ。いやー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。めっちゃ笑った。え、ですか。面白いやった。すごい嬉しい。最高やったわ。嬉しいっすね。いやいやいや、お疲れ様でした。あの後もトークなんかもあってね、はい、面白いイベントでしたけども。ちょっとマジで頑張ってんに千七百ほんまに。ありがとうございます。ちょっといろいろ期待してるんで。はい。はい。ちなみに安島さんこれ一発目やったんですよ。何の一発目？あのチームスタッフの撮影終わりについてってるんですけど。はい、これがもう一発目だったんで。あの常、うん、あの一年間去年も合わせて、うん、今日は一番いい出来してました。最高や。最高の日に撮りに来たんだなと思います。逆を言えば。はい。カメラ回ってないと頑張らへんじゃん。よくない、よくないじゃないですか。若干やっぱ常意識してたんじゃん。まあでももちろんやっぱりあのいつもよりは緊張感増してましたよ、ね。はい、めちゃくちゃ面白かったです。これからも2700頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい。あ、すいません、すいません、すいません、あれ、すいません、今日行きます。えー、あー、奥か。中野くんだった。すいません。で、あれですよね、もちろん。ちなみに大丈夫ですか、今日。あ、今日僕全然まあ大丈夫です。家帰る感じ。家帰ります。家ついて行ってもいいですか。はっきり言った。はっきりちゃんと言った。はっきり いいですかね。あ、
大丈夫です。今日車で来てるっけ？車で来てます。だからちょっと乗っていくわ。来たね。来ました。これどうなん、その、はい、撮影終わった後さ、はい、まあ今日夜やでしょ、はい、そのままなんか一人でご飯食べに行ったりしないの？いやもうしないですね。僕だいたいまっすぐ帰ってますね。あ、そうなん。はい。なんかリュウジと一緒にとかないんや、はい、あ、リュウ…なんだかんだ全然ないですね。一緒に飯行こうかとか。どうすんの帰って、なんかすんの帰って、あのご飯をあのまずいただきますと。あ、ご飯食べて、はい、でそっからなんか作業かな。そっから、一旦寝ます。え、はい、寝んの？はい、寝ます。やっぱりそのご飯食べるとやっぱ眠くなってしまうんです僕。でそれをに抗ってなんかこう、まあ、仕事してもなんかあまりいい仕事できない気がして、いつも一旦寝て。ちょっとごめん、はい、はい、別日にしようかな。なんでなんですか。なんで別日にするんですか。終わりやん、だってそれでも。だってまあこれがだって僕の撮影終わりのまあルーティーンな、うん、わけですね。ナチュラルってこと。ナチュラル。あ、そうなん。はい。じゃあ昼終わりとかにしやがったか。昼終わりでも、え、一旦寝るに関しては結構もうあ、そうなんや、もうルーティンなんや、はい、完全時間帯いつ終わっても。そうですね、そのやっぱ撮影ってやっぱりこの自分の中でもやっぱエネルギーを使う部類の仕事なので、一回帰って一回ちょっと体力を回復させた後に作業をしたいっていうのがやっぱあるので、まあまあとりあえず行くわ。あ、わかりました。とりあえずお邪魔するわ。はい。なんかリアルやわ、このちょっと散らかってる感じが、はい、そうですね、もうこの辺はもう部屋着ですね。あと俺がちょっと目に入ったのがさ、はい、ありがとうな、なんか いえ、もうゾーンですよ、そこはもう。これカンちゃんが出てるキューガルのやつを飾ってくれてんねや、はい、いや、もちろんです、もちろんです。もう記念に。これは俺をいじってんの？いや、違いますよ、それはネクステさんといったあのサル軍団の。あ、そうかそうかそうか。お土産です。俺いじってんのかなと思って。違うっす、違うっす、サルだと思ってやってるんじゃないですか。思ってない。はい。あ、そう、お土産です。で、買いに行くの今から。いや、もう僕はあのもう買いだめというか定期便で、うん、あのマッスルデリっていう。ああ、言うてたね。そうなんですよ。うん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 。冷凍の お弁当みたいなのストックしちゃうんで。はいはいはい。それ食っていくという。それ今から食べるの？はい。仕事するとこ取りたいのは思ったけど、はい、しないのほんまに。あ、今日はあの飯食います、うん、で寝ます。まあ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 、はい、で、まあ、いつもこの、はい、冷凍庫、下が冷凍庫なんですけど、うん、まあ、こういう感じでもう詰め込んでるんですよ。へえ。軽量にストックがあるんで、いろいろ種類があるってこと。はい。ただ僕はもう好みがありまして、うん、大体この親子丼とこの照り焼きチキン、はいはいはい、これが好きなんでこればっかり頼んでます。今日何食べるの？今日は親子丼の。親子丼も、はい、チンするだけってことか。そうです。オッケー、じゃあチンしていきましょうか。はい、はい、中野くんさ、はい、今まあ電子レンジやってんねんけど、はい、ちょっと気になってたの、暗くない部屋。いや、まあこんなもんですかね、いつも。で俺気になって上見たらさ、はい、これ電球切れてるよね、はい、そうですね、もう6分の4は切れてます。え、なんで買えへんの、はい。いや、もうちょっとめんどくさくて。え、はい、もうまだ2個あるんでまだいいかなって。めんどくささ買っちゃいます。なんか男の一人暮らしって感じするな。さあ、はい、できましたね。できました。めっちゃいい匂いする、ね、はい。ご飯少ないね、結構。やっぱりそのなんていうんですか、ダイエット向けのおかずになってますので、うん、なるほど。はい、いただきます。いつも食べてるやつ。はい、僕はこのこんにゃくとごぼうの副菜から食べちゃう派で、うん、ルーティンがあるんだ。はい。うん、美味しい。美味しいですね。これいつもなんかテレビ見ながらとかじゃない、いつもリアルにこうやって食べてるの？いや、いつもは YouTube 見ながら食べてます。ああ、 YouTube？ はい。10分、15分ぐらいで食べ終わるんですけど、うんうん、それと同じぐらいの尺の YouTube 見てます。何見てんの、いつも？これ大体あのネフライトさん、うんうんうん、フォートナイトの、フォートナイトゲームチャンネルね。はい、ゲーム、はい、とか、あとはローランドショー見たりとか。へぇ、はい。もう大体決まってるんだ。大体その尺がちょうどいいのがその、あのチャンネルなんです。なるほど。はい。できたらそこでカジサックチャンネルをチェックしてもらいたいねんけどね。やっぱこう、食べながらやっぱチェックはあの、むずいかなと。
いやいや、チェックというかその、はい、中野くんって改作チャンネル見ないで有名じゃないですか。え有名なんすか。いやもう結構有名だと思いますよ。あの時のあの動画のさ、あれでさって会議で話した時、はい、はぁみたいな顔してるやんか。ちょこっとここでちょっと見といてくれてもいいんちゃうのかなって思うんけど、ね、確かに。まあまあプライベートだからね。失礼いたしました。全然。さあ、はい、今食べ終わりましたね。はい、綺麗に。ごちそうさまでした。で、はい。でもう掛け布団というかブランケットがありますんで、うん、まあまあこうです。ええ？はい。こうです。ちょっと待って、ここで寝んの？ここまあそうですね。そのあっちベッドあるけど。あっちはあの本民の方はあっちです。本民。はい。仮眠はこっちです。あ、それ決まってんねや。はい。へえ。片付けんのこれ？あ、もうたあのいつもは大体こう食べ終わったら、うん、やっぱ眠くなるんで、うん、もう後でいいやってなってこうこのままが多いですね。あ、そうかそうか、仮眠やから。はい、大体まあ、大体どれぐらい寝るんですか？まあ1時間半2時間、うん、5ぐらいですね。なるほど。で、はい、起きてから仕事するみたいな。はい、そうです。もうだから今からガチで寝んねや。寝ます。はい。じゃあ、はい、もう終わりです。辛うまいですね、マジで。で、食感もとびっこで、もうこれの締めは絶対にチャーハンなんだ。楽しそうやな。あ、どうなんだ。あ、おっなんか、とびっこのチャーハンとかあったけどなんか楽しそうやね。あれやってんな。やってますね。回してんな、はい、これさ、はい、トンボか安武か龍二、うん、になってきてますよね。そうですよね。誰今日だよね、はい、この後ってことでしょ。おぉ、怖っ。何これでーあー怖っ。安武、ちょっと安武のとこ行きやけど、安武今日どう？え、今日ははい、あ、むちゃくちゃ予定入ってますけど、いいっすか？聞いていい？どういうやつなの？うん、まず、ジムです。あ、今から？はい、ジムか。 T.I. ハビットさんです。あ、未だに僕は行き続けてるんで、はい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 、ジム行った後に、うん、ちょっと、ハンバーグ屋さんにちょっと。ハンバーグ屋さん？社長の友達が新しく店出すんですよ、うん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 、それのプレオープンイベントみたいなのがあって。安武？いや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 、マジで？プレオープン安武？お前やってんなお前。何がすごいねお前は。じゃなんかもう安武すぎてやめとこうかな。なんか作られてるみたいな。ちょっとな。何それ。なんなん社長の友達のプレオープンって。お店出すからそこに行くとかあるじゃないですかよく。いや、ないよそんな予定は。 あんのよ。ついてってええのほんまに。いや、大丈夫です。はい、ちょっとでも確認してみて、そのプレオープンのお店とか。はい、友達なんで全然大丈夫と思います。はい、わかりました。はい、さあ、安武さん、はい、向かいましょうか。向かいましょうか。まずはジム。はい、どうなん、そのまあ今日はたまたま安武スケジュール、はいはいはい、安武スケジュールやったわけやん。いやいや、うん、まあまあまあ。そうじゃない時もあるわけやん。はい、そうっすね。どんな感じなん。まあこれ、みんな言ってるか分かんないですけど、うん、これチームカジサックあるあるだと思うんですけども、はいはいはい、基本的に用事は午前中に入れるんですよ。はあ、なるほど。結構カジサックのスケジュールって、うん、午後以降が多いじゃないですか。そうね。だから自分の仕様は午前中に入れるんですよね。ああ、終わりでなんかやるっていうことじゃないのや。はい。で、今日は土日じゃないですか。うん、うんうんうん、土日のみ、本当リアルな話ですけど、うん、ファミリーがでの撮影ができるじゃないですか、土日って。はいはいはい、はい。だから、ちょっといつもより早くなったりするんですよ。うん、で、その分終わりが早かったりするじゃないですか。そうね。なので、土日はちょっと、会議で決まったスケジュールを見て、その後空いてたらそこに入れるっていうのが。ね、じゃあ、例えば平日これやってたとしたらどういうスケジュールになってるわけ？平日だったら、入ってたとしてジム、うん、もしくは帰るですね。そない言うたかでプレオープンないもんな、店。いや、そうなんすよ。たまたまなんすよ。あ、入れるとしたらジムだったんだ。はい。なるほどね。さあ、安武さん。はい。着きましたね。はい。こちら。こちらです。T.I. ハビットさん。はい。もう俺らも世話になったからな。そうですよ。で、ちょっと安武と先喋ってたら、はい。あれなんだね、なんかお客さんもいるんだってね。あ、そうですね、はい。だから、はい、ちょっと、撮影やめとこうわ、ここは。だから、もうやってきて1時間ぐらいでしょ。そうですね、1時間です、はい。1時間待ってる。
待ってんの？待って、時間潰して待ってるから、はい、出てくる時にまた連絡ちょうだい。わかりました。で、ここで待ってる。いや、どっかで待ってて、それはどっかで待ってて、ここで受ける。あ、なるほど、わかりました。うん、それで行こうと思うから。了解です。じゃあ、頑張ってきてください。ありがとうございます。行きます。はい、お疲れ様でーす。というわけで、はい、今からがどこ行くんでしたっけ？うん、今からは、ハンバーグ屋さんのプレオープンです。プレオープンな。はい、場所は？場所渋谷です。オッケー。はい。じゃあ向かいましょうか。行きましょう。はい。このもうお店そこだよね。はい、こちらです。ちょっといいですか？はい。なんというお店？ハンバーグとハンバーグですね。あ、これだ。はい。ハンバーグとハンバーグ。はい。今日がちなみに2月の4日やったんですよね。はい。5日後にオープンする。はいはいはい、はい、じゃあ中入っていきます。はい。行きます。あ、映っても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。あの、オーナーの。あ、オーナー。お友達の社長。はい、あ、伊関と言います。伊関さんです。伊関さん、彼のお店です。すいません、急に。いえ、とんでもないです。お邪魔しまして。いや、さっき連絡一本入れてくれた。はい、もちろんです。はい、ちょっとだけお邪魔してもいいですか？はい、もちろんです。すいません、失礼します。さあ、はい、今食券を買って、はい、そうですね、プレイオープンだから本当お客さんと一緒のって感じだね。そうですね、うん、はい、しかしこうやって渋谷のお前ど真ん中のお前、そうですね、ハンバーグ屋さんのプレイオープンに呼ばれると思う。お前勝ち組やないか。お前いやいや、たまたまお友達で。失礼します。あ、来た。ハンバーグでございます。来た。チーズとデミグラスです。待ってね、めちゃくちゃうまい。すごい、ヒカルさん。本当だ。ヒカルさんと同じ色してる。めっちゃうまそうやな。これ何なの、ちなみに。これはデミグラスソースとチーズですね。なんか他にも何種類かあって、めっちゃ選べる感じでしたわ。なるほどね、綺麗。あれやわ。はい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 。え、この下にあんねや。はい、ここになんかお箸とか全部あります。いいですね。ちょっと、最高っすね、ここ。ありがとうございます。こう、外にさ、こういうところにお箸やナイフを置かずに。いいですね。ここに隠しとんねや。どこに興味持ってるんですか？え？ハンバーグより、店の作りに興味持ってる。いやいや、これ野菜大事やって。まあ、確かに。衛生面的にも良さそうやんか。綺麗ですね。うん。あ、インスタグラムやってるやん。インスタグラムやります、それ俺は。いただきます。めっちゃ美味しそうやもん。すいません、ちょっとどっちから行くん？ここもデミから行きますわ。グラスまで言えや、お前。いいだろ、いいだろ別に。ねえ、皆さん、デミグラス、ね、これだ、これだ。ねえ、デミグラスのことデミ言ってますわ。いいんすよ、食べますよ。なんかスプーンでいけるらしいですよ。レミボンヤスキー、うるせえな。K1 選手の話すな。結構レミってみんな言うしな。言うし、うん、行く？ほら、スプーンでいけるらしいですよ、これ。うん、いただきます。どう？うまい。いや、確かにめちゃくちゃ美味しそうだもん。柔らかいし、うん、すごい、お肉が美味しい。あー、うまい、うまい。うん、組み合わせ的にも最高っすわ。なあ、うん、この後はどうなってんの？この後は、うん、今もう帰るだけですけど。あ、家帰って、はい、ただ今、うん、原宿で、うん、例えばお友達の漫画家さんがポップアップ。お前、友達何人おんねん。あ、まあでも時間的に厳しいかもしれないですから、今日も帰りますわ。あ、そのポップなんじゃら。はい、それ明日行きます。あ、明日行く。はい、じゃあ、まあ安田家の中での、はい、撮影終わりの、はい、感じはそれ、これにて終了みたいなことか。これにて終了っすね、はい。家帰るだけだもんね。家帰るだけさと、はい。こっからおそらくみんなと小粋なトークでもするんでしょう。はい、楽しくやらせてもらいます。ちょっとおそらく僕邪魔になるんで。そんなことないですけど。もうこれにて、はい、安武さん終了でいいですよ、じゃあ。あ、終了で。はい。ありがとうございます。すごいね、本当に。たまたまっすよ、本当に。午前中からカジサックチャンネルの撮影して、うんうんうん、終わった後、はい、まずはジムに行き、はい、ジム終わりでハンバーグ屋さんのプレオープン。そうっすね。上場企業の会長のスケジュールやな。すごいな、お前。よし、じゃあお疲れ。お疲れ様でした。よし、ユージ。はい。え？
ちょっと暗いけど、今日リュウジです。あ、今日僕ですか。あれ、わかるよね。はい、もうあの、皆さん行ってるんで。そうですね。この後何かあったりする？いや、特に予定はないんですけども。あ、大丈夫？はい、大丈夫です。え、じゃあどうすんの？まあ、帰って編集しようかなっていう。あ、なるほど。ぐらいですね、今日は。ご飯食べ行ったらせえへんの？ご飯はまあ、コンビニかどっかで買って。あ、じゃあ家で食べるって感じ？はい、そうです。あー、じゃあ家ついて行っていいですか？はい、大丈夫です。大丈夫？はい。じゃあ、行かしてもらいますんで。はい、お願いします。たまには終わりで一人で外で食べたりもせえへんねん。まあ、本当にたまに、まあ、スキヤとかですけど、うん、帰り道に、まあ、自転車で帰る時とかだったら寄りますね。あ、なるほどね。はい。じゃあ、この後コンビニ行って、はい、買って、事務所で、家で食べますか。はい、お願いします。わかりました。さあ、はい、リュウジさん、はい、戻ってきましたね。帰ってきました。ちょっといい？はい。ご飯これだけ？まあ、ご飯とりあえずこれだけ。編集前はちょっとあんまお腹いっぱいになっちゃうとちょっと集中ができないんで眠たくなっちゃったり。あ、これ食べて編集仕事してその後に改めてご飯食べるの？改めて、まあ、お腹空いてたらちょっと食べるっていうぐらいですね。なんかそれ以外にも買ったん？それ以外に、はい、豚しゃぶサラダを買いました。あ、そんなに食べへんねんな。そうですね、できるだけお腹いっぱいは避けたいなっていうので。それで俺が気になったのは、はい、ご飯この部屋で食べてんねや。あ、ご飯はいつもこっちで食べてます、ね、あっちのみんなで会議したりするとこ、まあ、リビングっていうのかな。 はい、あっちでは食べてないの？あっちはまあ一応仕事の事務所っていうことで、こっちは一応。でもこっちの方がもう落ち着くんか。まあ、そうですね、こっちの方が。なるほど。はい。だいぶ慣れた？いや、もうだいぶ慣れて。自分家って感じする？そうですね、快適ですね。快適、今広いもんな。はい。リュウジのプライベートの時間って何してんの？プライベートはそうですね、まあゲームしたり、うんうん、YouTube 見たりですね。なるほどね。はい。それ大学生時代からやったりすんの？そうですね、やっぱり。めちゃくちゃ美味しいです。まあちょっとまあゆっくり食べてもうて、はい、この後、編集すんのよね。はい、編集は。ちょっとそれ撮ってもいい？あ、全然、はい。ちょっと新鮮かも、そのリュウジが編集してるとこっていうの。あ、そうですね。うん、ちょっと撮らせてもらうわ。はい。ゆっくり食べてください。ありがとうございます。これ何の動画だ？これは、ボウリングの小部屋ですね。あ、小部屋のね。はい。編集で。編集を。やっていくと。はい。カットはもう終わってるんですけど、うん、ちょっとテロップを入れていきます。もう慣れた？だいぶ。もう小部屋はだいぶ慣れてきました。まあ、メインもね、今ちょっと頑張って挑戦中やったりする。はい、そうですね。だよね、実はね。はい。もうでもひょっとしたらっていうか、おそらくリュウジがデビューするメイン動画、はい、編集のやつはもう多分出てるね。この動画が公開される頃にはね。あ、そうですね。うん、多分出てると思う。タイピング早いね。タイピングはもう、はい、だいぶ慣れてきて。めっちゃ早いな、今一瞬見たけど。そうですね、だんだんとスピードも上がってきました。これテロップ入れたんだ今。はい、さあ今日なんですけども、入れましたね。時間大体決めてんの？これぐらい編集するとか。はい。はたまた動画の長さによるとは思うねんけど、もう終わらしちゃうとかさ、編集。はい。どんな感じなん？まあ本当に小部屋の短い動画だったらもう一気に終わらしちゃって、まあ今回ちょっと長いんですけど、うん、そういうのは分けて。大体時間どれぐらいすんの？いやでも結構3時間4時間はまだかかっちゃいますね、自分は。え、毎回ここから 3,4 時間やってんの？まあそのサムネイルとチェックしていただいてるっていうのを合わせるとまあ4時間ぐらいは。なるほど。え、でそれ終わりでまたご飯食べるってこと？まあそうですね、それ終わりとかまあ途中とかで食べたりします。なるほどね。はい。頑張って。 OK、 いい感じだと思う。これでいいと思うよ、リュウジは。あ、本当ですか。流れ的にはこれを今から3時間ぐらいやるわけでしょ？まあそうですね、テロップやっていきます。テロップ入れてチェックあって、はい、そのチェックっていうのは実は僕とやってんだよね。そうですね、いつも。そう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 。この生活リズムはどうなん？慣れたん？もうかなり慣れましたね。最初やっぱりバタバタやったもんね。もう全然違うかったんで今までと、うん、一気に変わったんですけど、もうはい、慣れてきました。今まではだって早く寝て、はい、早起きして剣道をやってみたいな。そうですね、生活やったわけだから、だいぶ慣れたということで。はい、これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあこっから先ね、なんか友達とかとご飯行ったりとかもね、はい、時間も増やしてもいいかもね。ずっと一人やん、なんか聞いてたら。もうそうですね、帰ったら仕事してな。たまにあの人誘ったり。あ、あの師匠。そうそうそう、中野くん誘ったって。そうですね、喜ぶと思うよ。行きたいですね。はい。はい、すいません。
どうもお疲れ様でーす。皆さんお疲れ様です。先ほどね、撮影が終わりましてですね。あら、もうみんな行ったもんね。そうですね、もうみんな、はい、みんなみんな行ったということで、はい、あれ奥に行ってないこれ。あれあれあれ、この子行ってないな。まあでもこの子は吉本やからな。ということやけども、今日か。どうなしでも全然大丈夫っすけど。大丈夫、全然思んないっすよ。いや、それがいい。撮影終わりのリアルを撮りたいから。はい、今日で言うと、うん、で帰って普通にちょっと仕事しますね、うん、あ、家ストレートに帰って。そうですね、はい。ご飯は、ご飯はまあ帰って食べるかなっていう感じなんですけど。なるほどね、はあ、じゃあちょっと全然行かせていただきますね。わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今ね、車で、すいません、横乗してもうて。なんかはい、新鮮ですね、なんか。そうでしょ、なんかいつもは逆やん。そうですね、なんかちょっと俺も楽しいもん。ちょっとすごい思いのほか違和感ですね。ね、はい。どうなんですかこれ、違う日で、はい、違う日はなんか一人でちょっとご飯食べて帰るみたいなこともあったりすんの。まあ、ないですね。あ、ないね。もう絶対にないですね。一人でどっかで飯食ってくはないですね。もうそういう時は家帰って、うんうん、家でもうウーバー頼む。いい一言。はい、そういう時誘ってくれよ。確かに。あ、そういう時はウーバーなんや。ウーバーですね。もうか、あのなんかそのリオちゃんの作ってやるのが、うん、余ってたりしたら、うん、それを食べたりもしますけど。なるほどね、うん、なんかどっか寄って外食っていうのはもう本当にしなくなりましたね。へー、はあ。すいません、なんかお邪魔します。全然全然。リオちゃん、あ、すいません、リオちゃん、お邪魔します。全然全然。あれ持っていくな。あ、コロッケ持っていった。これもうルーティンですわ。かわいい。俺の片方の靴下を持って走って逃げて、これ追いかけっこしてほしいっていう。これルーティンなんや。ルーティンです。あ、相変わらず綺麗な。いや、ありがとうございます。片付いてるわ。ちょっとね、結局ご飯はどうすんの。ご飯ちょっと迷ってて、今日撮影で少し食べるのがあったじゃないですか。結構食べたね。はい、だからでもどうしようかなっていう感じですね、うん、食べない時は一旦いつもはここでゆっくりする。それともリビング。リビングまず行きます。あ、コロッケなでなでみたいな。そうですね、手洗いをして。なるほど。コロッケ、ほら見てくださいよ。え、ほらもう靴下で追いかけっこしたくてしゃあないんすよ。待ってるんや。そうなんすよ、だからこう近づくでしょ。こう近づくと、ほら、ほら、めちゃくちゃかわいいや。俺をやりたってしょうがないんすよ。すいません、リオちゃん、ほんとお邪魔します。どうぞどうぞ。コロッケ、まずこうやって帰って遊ぶんだ。まずこうですか。早いな。あ、じゃあトンボ行くわ、もう。行くな。幸せやな、ほんまに。そうなんですよ。今日さっき聞いたのは、こっから軽く仕事しようかなって言ってたけど。そうですね、はい、ちょっと明日会議があるんで、うん、それに向けて仕事があるので。それはなんか決めてたりするの。なんかチラッと言ってなかったっけ、プライベートな時間も作るじゃないけどさ、ずっと仕事朝までするってことはないみたいな。あ、そうですね、はい。まあ、よっぽどのことがない限りは、うん、夜中はもう仕事しないです。あ、そこからはちょっとリオちゃんとの夫婦時間みたいな。そうですね、はい。それいいよね、やっぱ決めるのって。決めないと。そうですね、うん、じゃあちょっと仕事なんか見たよ俺。トンボがどんな感じで仕事してるのか俺知らんから。どんな感じも何も、もうほんとパソコン開いてっていうだけですよ、うん、いやいや、見たい見たい。本当ですか。雰囲気見たい。じゃあちょっと、じゃあ今から軽く、じゃあいいですか。はい。はい、はい、ちょっとこっからこんな感じで。そうですね。
番組の台本チェックみたいなことを明日の会議に向けて するっていう感じですかね。え、これ映していいの？今のところここは大丈夫です。あ、これオードリーさんの、そうですね、ぜひ会ってほしい人がいるんですの台本の台本で、あ、これ以上行くとネタバレになっちゃう、こっから先はちょっと内容になっちゃうんで、はいはいはい、はい、こっから台本を見てってっていう形になりますね。それは、はい、ちょっとトモさん、はい、照れるんやめてもらっていいですか？自然がいいんですよ。すいません、すいません。なんか今照れてましたよね。むちゃくちゃなんか変な感じするよ。むちゃくちゃ変な感じして、だいたい今日も深夜、次の日になるかならんかが24時ぐらいに終わって、うん、そうですね。でそっからはリオちゃんとゆっくりする感じ、はい、リオちゃんとゆっくりそうですね、する感じですね。テレビ見たりとか、はい、今はい、ネットフリックス今ちょうど見てるのがあって。何見てんの？ちなみに今リオちゃんと見てるのが、うん、フィジカルハンドレットかな。なんか韓国のバラエティ番組なんですけれども、うん、こうオリンピック選手とか、うん、いろんなアスリートの人たちが己のフィジカルをかけて戦うっていう、誰が一番になる、めちゃくちゃおもろいんですよ。じゃあそれ嫁作に言っとくわ。ちょ、ぜひ本当に見てください。これめちゃくちゃ面白いんで。僕まだ嫁作とイカゲーム途中なんでなかなかね、まだイカゲーム中なんですね。なかなか毎日見れないのよ。まあ確かにね。ああ、そうですね。ごめんごめん、なんか全然 OKOK、なんとなくこうやってね、雰囲気また来れて撮れたし。そうですね、ここからはもう本当におしゃれやなっていうか。いや、本当っすか。おしゃれ、マジでおしゃれ。まあでも最後に、本当にさっき車で話したと思うけど、はい、リオちゃんも仕事でちょっと遅い時とか、うん、早めに終わった時とか、うん、ウーバー頼むんじゃなくてカージー頼んでください。そうですね、カージーサーク頼んでください。カージーサークをお願いしますよ、本当に。そうしましょう、本当に、ね。まあ、というわけで、はい、これにて、はい、終了ですね。最後締めはトモさんということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。コロッケまたね、バイバイコロッケ。コロッケまたねって、はい、じゃはい。いやー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、皆さんありがとうございました。なんかもう今までにない感じしたから、なんか単純に、うん、知れてよかったし。、うん、あ、そうか、サックはいいですか。何サック？そうそう、俺、うん、あ、俺のやつ、はいはいはい、俺はだって一回一人リングでやったやん。あー、今サムネ出してくれてるかな。あれは、そうか、もうあれでしかないから。そうか、そう思わないですもんね。ずっとヨギボー見せられてる。そう、あれ動かない。お前言ったら思んないって。お前言ったな。今回5人いろいろ行ったよね。はいはい、一番思んなかった。そんな。そうですね、あれ。ほぼヨギボーと一緒見た。いや、でもリオちゃんもね、はいはい、ちょっと出てくれたりなんかして、まあね、それぞれいいところはすごい出たんじゃないかなと思いますんで。はいはい、これだからあれやね。うん、月一恒例にしますよ。いらない？いらない、いらない、もういい。月一恒例の。見てらんないよ。変わんないかな。そうです。ああ、ただ、またいつか、やりたいなって思います。いつ行くかわかんないですけど、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただき、ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。